Miyagi. 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 遅くなった。すまなんだ。お帰りなさいませ。佐藤、佐藤、心配しただろうな。ようございました。無事でよかった。本当に無事でよかった。よかった。源一は寝ています。抱かせてくれ。抱かせてくれ。源一。源一、帰ってきたぞ。お父ちゃん。帰ってきたぞ。お父ちゃん。帰ってきたぞ。抱いてやろうな。抱いてやろう。抱いてやろう。抱いてやろうな。もっと立派な土産物を二人に持ってきてやろうと思った。そんなもんで、ね、僕やな、俺は大変な過ちをね。何もおっしゃいませんで、あなたは無事に戻ってきてくださったんですから。目が覚めた。お前の言う通り、俺の心は歪んでしまっていた。もうそんなお話はおやめになって。さぞお疲れでございましょう。さ、お酒もできております。お鍋も食べ頃に煮えておりますから。我々としたら、また格別の酒の味だ。静かだな。源一、そうそうそう、寝かしてやろうかな。どこへ行っても気持ちの落ち着く日は一日もなかったが、戻った戻った、ああ戻った戻った、戻ろうよ戻ろうよ戻ろうよ、うるるさつを。
おい、誰かいるんだろう。おい、ちょっと開けてくれ。ちょっと開けてくれ。誰がいるんだ。開けてくれ。長井様、源氏像、帰ってたのか。どうも留守の間いろいろお世話になりまして。おお。ああ、いたいた。坊主、どこ行ったかと思って心配してたら、はあ、よかったよかった。ああ、よかった。お前が帰ってきたのがすぐ分かったんだな。おい、宮城、宮城。源次郎、お前夢でも見てるのと違うか。夢。宮城は落ち武者に殺されたよ。え、殺された。まあ無事でいてくれりゃどんなに喜んだか知れないと思うんだが、かわいそうに。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。宮城が死んでからこの子はわしが引き取っているのだが、急に見えなくなったので夕べから大騒ぎだ。親子というものは争いものじゃな。お前が帰ってきたのをこの子がどこで知ったのかな。お前さんはバカだから自分で不幸せな目に遭わなきゃ気がつかなかったんだね。戦が俺たちの望みを歪めてしまったんだ。私の苦労を無駄にしちゃ嫌だよ。しっかり元気を出しておくれね。なぜ死んだ宮城、なぜ死んだ。死んではおりません。私はあなたのそばにおります。あなたの迷いももう消えました。本来の場所で本来の姿に戻るのです。さあ早くお仕事を。まあ綺麗な形だこと。こうしてろくろのお手伝いをしているのが楽しくてなりません。早く焼き上がったところが見たい。薪は割ってあります。もう乱暴な兵隊もいません。安心して立派な焼き物を作ってください。いろいろなことがありましたね。今あなたがやっと私の思うお方になってくださったとそう思った時、私はもうこの世の人ではなくなったのです。これが世の中というものでしょうね。
返したろ。一服おし。さあ坊や、うまいよ。あったかいうちにお食べ。兄さん、冷めないうちに。